下がってる暇はなさそうね。仕方がない、無茶だけはするなよ。了解。終わりだ。また来るわ。問題ない、すべて打ち払うだけだ。ソラ、逃がさん。数が多い。なるべく俺のそばを離れるな。でもそれじゃ援護が。素人の援護なんかあってもなくても変わらん、うん、強いリアクターを持ってても持ち主が強いわけじゃない、うん、今は自分の身を守ることを優先しろ。死んだら元も子もないだろう。了解。終わりだ。まだ来るのか。大丈夫、天才の私がいるもの。そこ、おる。そこ、そこ、その程度か。また来たわ。この辺りだけでどれだけいるのよ。俺たちみたいなのが通ることはめったにないはずだ。奴らにとってはまたとない獲物だろうさ。この獣たちも生きるために必死というわけね。だからといってやられてやるわけにはいかないがな。そら、そこ、やっ、せや、そこ、そら、そら、やっ、せっ、そこだ、はっ、せっ、そら。さすがにこんなにいるとは想像しなかった。もうかなり連続で撃っているようだが、その武器は平気なのか。当たり前よ、この天才が作ったものよ。武器よりも本人の方が先に参りそうだな。そら、大丈夫、また来るわ。問題ない、すべて打ち払うだけだ。そら、おら、そら、そこ、キリがないな。おい、無理するなよ。心配しないで、足は引っ張らないから。チッ、バカか。俺は無理なんてとっくにさせてただろう。チッ、そら、それ、チッ、ここだ。まだ来るのか。大丈夫、天才の私がいるもの。群れの親玉が出てきたか。向こうもこれでもう最後ってことだな。リリー、すまんが、もう少し踏ん張れ。ごめん、ちょっと限界かも。とっとと終わらせるか。無事か。ええ、分かっただろう、俺がいなければ死んでいた。そうね。リディは戦う力が欲しいのか。ええ、それは本当に必要な力か。もちろん。そうか。何にせよ人間はすぐ強くなれるわけじゃない。焦るな。そうね。そろそろ寝ておけ。